でもさ、それで言ったらひろゆきさんとかさ、はい、その生放送やるだけやってたくさんいろんな方々に切り抜きして、うん、させて、うん、でそれを回収してっていうシステムってめちゃくちゃすごいよね。すごいっすね、うん、なんかあれって発明、ただただ生放送やってたら勝手に誰かが面白いところを切り抜いてくれるっていう、でそれが再生数回るってやつもんね。でもあれは多分真似できないっすね。すごいビジネスモデルだってみんな思ってるかもしれないけど、うんうん、例えば僕も切り抜きチャンネルあるんですけど、うん、結局ゲームありきのものじゃないですか。ひろゆきさんって一人いたら無限に情報を発信できるから、いろんな、なんかフックがあるだけで、他の人がやってもそっか、同じようなところばっかり上げるだけで面白くないです、はいはいはい、またこの話してんなこいつってなるよね。そう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 、あれはひろゆきさんしかできないもの、うん、そっか、それだけ語彙力とか考え方が広いからってことね。そうそう、大悟さん、堀江さん、ひろゆきさんみたいな、うん、俺の中でその3人は真似しちゃいけない人間日本で真似していけない人間参戦特別じゃないですか、やっぱ言って、あの人たちって。